どうもボビー・アートレザーのボビーですえー、今日は11月1日111ですねでえー、配信も61回ですなんか切りがいいですね <laughs> それではオープニングムービーをご覧くださいどうぞ ボボビーアートレザーのボビーーーレザのです、えー、今日がですね今日から11月ですよこれねあのトルーパーにね僕が <laughs> 作ったトルーパーにですね、えー、リップアームリングですねこれですね、えー、人気の、ね、レザーアイテムですよ、ね、う皆さん持ってる、ね、レザーアイテムですね、えー、それをですね、えー、持ってもらってですね1 <laughs> 枚パシャッとね 喋、えー、りまして、ねえーまあそんな感じでですね、えー、今日からあ11月ですね新たなる月の始まりですね今日はあまあ、まあ、こう大阪なんでね、えー、大阪の選挙ですよ都構想のね, <laughs> ねまあまああの狂、ー、気一票をね投じてきましたけどねまああのー、ここではですね、えー、いろいろそんな語りませんけどまあまあ,あどうなっていくんでしょうね。 ね、まだ新しい、えー、いろいろ何か始まればなと思いますけどね。さあ,あ、ね、そんな感じで、えーまあ、今朝もお、えーねえー、荷物をですね荷物違う作品をですね、えー、嫁入りに出していきました。ねまあそれとですね、えー、今からあまたねこのこれ何やと思いますこれこのうさんねこれこれんやと思いますこれスタッズですよ。 先発入ってますよ <laughs>、ね、この先発をですね先発をですね、えー、これからですね、えー、埋め込んでいこうかなと思いますねえー、今日から <laughs> それとですね、えー、まあ今日は日曜日なんでね先週はああですね、えー、万博公演からですねスマホでこう縦型の画面でですね生放送をさせてもらいました。 こんな感じでですね、また3日4日はですね、えー、おそらく生放送でですねスマホ立ててで,ですね <laughs> あの配信になると思いますねたわいのない話になると思いますけどね、えーうん、ちらっとご覧いただければなと思いますねでまあ今日もね朝はいい天気で、まあ、だんだん曇ってきましたけどね大阪はね、うん、あそうそう大阪のアトリエからお届けしようと思いますねこれを忘れてましたね。<laughs> えー、それとですね、えー、まあいろいろ作品をですね、えー、まあ,あ作って、えー、ねいろいろお届けしていますけどねでまあその合間ですねあのまたこれちょっとリニューアルしたのがですねこれ、えー、バルマスクですよ、ね、これはまあちょっと僕のものなんですけどね、えー、こんな感じでね、まあ、まあ首からこれ首からかけてね、まあ あのポケットとか今ね入れたりしたらいいんやろうけどあのもう普段からですね首からこうぶら下げてですねえでまあ,あのちょっといる時になったらちょっとこうつけてね言うまああのえまあなんかこうどうしてもなんかほらマスク着用でないとっていう時にはねちょっとまあ使えるかなという感じで,でこれをですねえちょっとリニューアルしてる実はね、え。ー この幅をですね、えー、2センチほど大きくしてですねまあ、ちょっとこの辺のカーブも若干調整してですね、えー、まあ、えー、海底版っていうかね、うん、そういう感じで、えー、こうね丸マスクまあ、まあ、バイカーズマスクみたいなっていう方が分かりやすいかな、うん、そんな感じでですね、えー、まああのー、ブラック・ザ・スイングのねこの革でこれをんかし あの非常にえ柔らかくてですねまあちょっと若干形状記憶的なところもあるんであの割とくしゃくしゃとなってもあの形がえ戻りやすいんでねえまあハットではですね大人気でうんまあこれもね今もまだ新しくこれをですね革をですね発注してですねえ作りましたんでね是非ねあの軽いですしうんなんかあの あの独自化っていうかね、差を,差をつけるにはね、えー、ぜひ僕ボビーアートレーザーがね、強力な味方となると思いますんでね、えー、いつでもあの気軽に連絡ください。ね、お待ちしてます。えー、それではですね、えーあ、いろいろご覧いただきあ,あ,ありがとうございます。ね、あ、白川さん、日曜日ねあ、見てくれてるんですね、ありがとうございます。ね いやそっから白川さんのですね、作品を、えー、作らせてもらった時にですねなんとこれあのマスク、ね、と合う素材やなと思ってこれはええなと思ってね、うん、あのー、僕も欲しくなりましたでまあ,あのちょっとリニューアルを兼ねてですね、えー、え先日、あのーまあ、そのバルマスクの写真を撮っても ちょっとまあ進化版で、えー、まあもう一回送ったんですけどねえっとバッドボリスマスクですよ <laughs> ね、えー、制作する上でですねそれでちょっとリニューアルもお含めてですねまあ,あ個人的な試作というかあそれをですね、えー、ちょっとこうお作らせてもらいましたねえー、まああの例えば病院とかそういうとこ行く時はねあの普通のこうおあのお マスクねバラッと蛇腹みたいになってるやつをねでいいと思いますしでも最近は割とおいろんなねなん,なんかそういう衛生,衛生的であればいいかないう感じもあったんでねまああのーまあ、レザーマスクもねあのど,、まあ、ど,どちらかというとバイカーズマスクっていうんですかね、うん、そういう位置づけになりますけどねまああのー、これからねあのちょっと風がか風が当たるっていう時にねちょっとこう顔をね えー、寒いんでねええ <laughs> かなと思ってね、うん、これからバルマスクが活躍すると思いますね、えー、いろいろ持ってくださっている方もね、えー、これからまあ冬に,冬にかけてですね冬,冬にかけてか冬か冬からか、ねえー、冬から春にかけてかな、あのー、ご利用いただけるかなと思いますけどねはいでですね、えー、あ 坂本さん久しぶりです。ねペルーからありがとうございます。久しぶりに入りました。ずっと電波が悪くて見れませんでした。うん、そうですか。あ、現,え現在、午後9時台。をビールを飲みながら拝見しています。久しぶりのボビーさんの笑顔ですが、相変わらず優しい笑顔ですね。癒されます。<laughs> おおきにです。<laughs> ねえー、ありがとうございます。あ、白さん、ねもうすでに愛用してくださってるんですね。ありがとうございます。 ね、あのまたあの白河さんとですねあの <laughs> 大阪で会うときはですね、えー、カメラを持ってですね、えー、ちょっと馬場、まあ、バンバン公園行くか、まあ、大阪を巡るか京都を巡るか、ねえー、ちょっと、えー、いい写真をねカメラを持って出かけましょう、ね、そ,それを楽しみにしてますけどね一年の <laughs> なんかまあ今日,今日はまあこういう緩い話ですけどね。 まああのーね、くれぐれもねあの急に、えー、晩とかねサブがったりしてるからね大阪でもね、えー、体調だけはですね、えー、くれぐれも気をつけてねでまああのねこの11月1日ってあ,あれっぽいですね焼酎の,の日焼酎、ね、の日かな、まあ、10月1日は日本酒の日っていう設置されてますけど今日は焼酎の日なんですね僕は焼酎はですねそんなに、あのー、詳しくはないんですよね。 うん、どちちかというと日本酒ばっかし飲んでるんでただまあ,あの焼酎も僕ね一つだけ好きなんがあるんですよあのダバダカブリって言ってね栗焼酎 <laughs> 香りが何とも言えんあ香りですねもう,う何年も飲んでないかなうんもう仲良くさせてもらったバーのねマスターがあー「僕あんまり焼酎飲む習慣ないんや」って言ってね教えてくれて、ね、これだったらてるちゃん飲めるんじゃないって言ってね 進めてくれたのがあのがダバダカタカナでダバダって書いてね火書いてなんかか,かぶりで火がカって読むんだねダバダカブリ、ね、かぶりねどっか売ってないかなまた買いに行こう <laughs> 焼酎をねでまあ,あ僕はまあロックで、えー、やっぱりロックで飲みますけどねでまあロッ,クロックかストレートそれとあチェイサーでね水をいう取り合わせですね、えー、ゆっくりねあのこう なんて言うんですか、こう制作レーザー制作とかもろもろでねぎゅっといろいろやってますからね <laughs> えそれをねこう緩めるっていうかねそういう時間をね過ごしてますけどねはいねええ色いろいろあ白さんありがとうございますねこちちこそね <laughs> よろしくね <laughs> まあねまた年末になるかな会えればねえ嬉しいですねうんあ ほんえダバダカブリあ,あおお父さん昔飲んでたんですかあそうほんまにあのねダバダカブリはね僕あの好きですあの普段まあ別に焼酎はね僕あの味がなんか割らないと割らないというか、ね、いろいろなもん混ぜて飲むからちょっとねあの風味っていうのが分からなくてあとあのタンタカタンかなタンタカタンがしそ焼酎ですかね。 しその,の香りをふわっとしてね刺身とおすごく相性良かったなという記憶がありますねあのそれもあの、えー、前の職場のね友達に同僚にですね、えー、教えてもらいましたねまあその彼らはですね、まあ、毎日、えー、焼酎が話せないと、ね、だい大体こうお僕もまあ,あんまり誰かとですねあの団体で飲みに行くっていうことがあんまりそのあんまり行かない方だったんですけどどっちらかというとね うん。でまあそういう時にえー、大体こうまああのー、焼酎をですねみんなあのボトルででもあの割ってねなんかあのクラスとあのあお湯となんかしてねやってるじゃないですか、うん、<laughs> <laughs> だからもうそういう習慣がなかったなかったんでねうん。どちらかというと、まあ、ウイスキーとかイエーガーマイスターですかね、うんあのー、TYO のねひいせさんのね バンドの T.Y.O のねの歌で曲でねありますよね。えー、イエーガーマスターで。それ以来あのイエーガーマスターをねボトルをまだ冷蔵庫にアトリエの冷蔵庫にイエーガーマスターがありますけどね。さすがに飲みきれられませんけどね。うんここであのお,お酒が入ってですね僕はあの結構あの何言うのあの刃物を使ったりとかあの 結構繊細なこするんでね、あのその時はもうオフオフにするんですよ。もうあのほらあのね飲んだらあの車運転できへんのと一緒でね、うん <laughs> そんな感じですね。はいねあねさこさん焼酎飲みたいです。日本酒もうん栗の焼酎は飲んだことがないです。おいあお,おいしそうあ,あのー、まあ、僕は好みですね。あの栗栗のなんかこう芳醇なっていうかうん。 なんかこううまくは言いませんけどちょっとこうコクのあるちょっとあの厚みを感じるようなまろやかなというかうん僕はあの当時感動しましたね普段あの味を味音痴な僕でさえ <laughs> ねえまああのこんな感じですね。あああとはまあまああ 基本的には日本酒があそうですね昨日はちょっといろいろやることだったんでね、えーえー、ご飯を食べてたんでお酒飲んでないですけどねあの晩ご飯がカレーとかあーそういう時あるじゃないですかカレーとはねちょっとワインはまあちょっと合わせますけど日本酒もまあまあ合わんことはないけどもう昨日は <laughs> あもうあのご飯だけにしましたね、うんまあ、ご飯かお酒かどっちかにしてるんですけどなるべく。 ねえー、たまに両方 <laughs> 締めでね欲しい時あるんでねあるけど、まあほとんど僕もうスポーツをしてないんで、えーねえー、<laughs> なんとかね,あのねこ,こ,ここの,このワンルームの空間にですね、えー、基本的にずっといてる感じなんでね。 まああのこれからですね体も大事やなと思いますねあのこの同じこのフロアのですねアトリエの奥にですね生態のスペシャリストがいるんですけどねあのいろいろその方と話してたらねやっぱからあの体のケアは大事やなって思うようになりましたねボビーさんガッチガチやんって言われてねまあそれまあ僕もあの背中のですねあの なんか棒みたいなやつ買ってですねこうこうゴロゴロっとねたまにはあねしてますけどねその程度ですけど <laughs> はい、えー、はいあシラーさん今度はお土産でこちらのお酒もう持ってきますねあいいですね埼玉のねあっちの方は日本酒かなりええもんねうんあのー、楽しみにしてます まあまあ、あのちっちゃくていいですからねあの気持ちでもうその気持ちでもう全然いいですから僕なんかねあ坂本さんあ,ありがとうございます今日はコメントがく、ね、れてなんかあのライブ配信のお感じがしますね日本酒好きなのはお酒強いんですんでえご飯か日本酒かと決めているってことはあ大福と日本酒は邪道ということですか私は意外と合うと思ってますうんあスイーツとね僕あの日本酒は合わせますよ うん、結構あのねあのあのカステラみたいなんとかね日本酒の,この甘みというかな,なんか合うんですよパンともパンと日本酒もね意外にあのー、奥深い感じがしてねあのー、うんで,僕お酒は強くないですあのー、なんてやろうのな、あのー、外,に外で飲む時ね外食で飲む時は割とシャンとしてる方なんですよあのーまあ、まあいい感じにいい気分やなって感じになるんですけど あのー。家に帰宅した瞬間に、あの、なんていうの、タ、タ、あの、ターミネーターのシュワちゃんが。最後ね、ピューン,ンとなるような感じで、意識がなくなります。その瞬間で、うん、そんな感じです。<laughs> ね、まあ、あの、今日は、日曜日のね。ゆ、え、る、ー、い配信でしたけどもね、楽しんでいただけましたでしょうか。またね、お会いできる日を楽しみにしています。それでは、今日も最高の日曜日を。 そして、えー、11月最高のねひと月をですね、えー、作ってくださいそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ